うわ、しかも蜂がいる。何の蜂だろうね、あれ。あ、こっち来た。また刺される。開いてないよ。しかもこの蜂崩れそうだし。うわ、飛んでる飛んでる。ピカソンさん、うん、ピカソンさんなすんか。飛んでくるかな。これ車に隙間があったら怖いよ、入ってくるみたいな。廃墟の牧場だって。全部廃墟らしいけど本当かな。なんででかいのにね。うん。終わっちゃったの。わかんない。引っ越したのかもしれないし、亡くなったのかもしれないし。まあ、こんな田舎だとな。やっていけないかも。田舎っていうレベルじゃないからね、こういう景色はもう。赤いよ。オオカミじゃん。オオカミ目が怖かった。怖かったね。バックして見てみる。人いる。え、人いる。管理されてるもんね。まあ、畑は牧場廃墟でも畑はまた所有者が違うからね。吠えてすんの。え、吠えたりすんの。なんか鳴るんだろう。動物とかが近づくとなんか鳴るんだろうね、多分。最近なんか畑泥棒が流行ってるらしいからな。これ動くのかな。なんだこの熊の檻かよ。うん。古い方だな。大根だ。うん。食えっかよ。なんか荒れ果ててるね。なんでこんな大根ぐちゃぐちゃにされてるんだろう。クマの襲撃とか。なんでだろうね。うん。ちなみに秋山号この辺越えると。なんつうか、本当に 山と木しか見えないから、景色や写真を撮るのはもうこの辺だけになる。中身がいいのこの辺だけだからね。
車だ、はい、まあいっか。違う景色やったかよ。いやでも霧があるのもそれはそれですごいな。ゾンビはすごい。うん。本当ゾンビそうだよね。うん。動画？違う。写真。うん。人も住んではないらしいよ、うん、なんか遠くに住んでてね、畑をしに来てるらしいけど、窓閉めなきゃ。いや、開けないと音出ないじゃん。アフターできない。刺さないっしょ。
サイドミラーに映さないように自分の顔が入るから、うん、ナンバー富士見説明書。
んまりだとこの辺はもう県外っていうか表示されない場所みたいなね。ここが分かれ道だな。 Google マップは左に行くルートを指していた。道を全部戻って同じルートで引き返すように Google マップを信じた方がいいかよ。もう霧がすごいね。見てあの雲、すっごい分厚いのが右から迫ってきたね。ちょっと雪はないね。うん、いやもう絶対ないよ。いや田子倉や奥多摩は雪があること有名だけど、秋山郷はそこまで雪ないよ。ないってばさすがに。あるわけないじゃん。3ヶ月注意って書いてあるぞ。入れるっちゃ入れるね。入れちゃったねえ、怖。うん、ドクラのマークついてるしね。とてつもなく臭いかもしれないしね。そうだね。酸素がない可能性もあるけど、うん、バタバタ倒れたら困るよね。で助けに行った人も次々に倒れるっていう。うん、見てあの分厚い雲、あんな乗り込まれたくないね。どんどん迫ってきてるけど、左に曲がる。あ、では Google マップを信じましょうか。通行するってことは、ダンプが多いよね。うん、その時間を通らないと思うよ。まあこの時間はね。いやでも帰り道かもしれないよ。でもトラックは使わんかもなとこ。
うん、いやそれは見ればわかるんだけどさ、うん、なんで細い人になるっていう、なんだろうね、土砂崩れとか起こったとか、まだ持てないか、救急車も来らないっけね、特に冬すごいとこだな、